everyone, on today's video we are going to watch episode 2 of Dark Gathering, for now season 1. I'm very very curious about a lot of things. So, what the heck happened to the mom? Like, that was really creepy. That was very very creepy. I think that's a bigger question that I have right now. What the hell happened to the mom? And is she collecting ghosts? Putting them into dolls or something? I want to know how that happens, because she... It's kind of like when she brought the new doll with the new ghost and put it in the middle, the other ghosts attack her. Are they ghosts? Are they demons? I don't know. I don't know. I think to have answers, we need to watch it. But before we get into the video, please subscribe to this channel if you are not subscribed yet, because there's a lot of more new reactions coming and you don't want to miss them. So now let's get into the video. Yeah, there it is. What is going on in there? So they attacked her.受け持った子は相性最悪の霊感少女だった。セアルの日々を送る写しようと、この世ならざるもの霊魂がばっこする隔離を、二つの隔てられた世界は時に交わり、死せる亡者は写しようびとへの脅威となる。少女は愛する者を奪ったその脅威をほふるべく、等しき力を捉え、okay. 霊族させる。亡者の怨念をさらなる怨念で塗りつぶすために。So that's why she's collecting them. 心霊スポット行こう。絶対嫌だ。ごめん、僕これから用事が。ビビってますね。実に慶太郎ですね。ああ、本当に用事があるんだって。だよ。もしかしてお祓い？うん、それ。お祓い？そう、お祓いに。レッツゴー。スター！ 恋し、着くの明日になるから。いいですよ。レゴー。じゃあ私も行く。ちょ、しまって、しま。She likes to choke things。なんでこんなことに。あなたは恐怖を愛している。俺は何だったんだろうか。ねえケイ君。え、あ、何。こうやって車で出かけるのって楽しいよね。なんか冒険っぽい感じがして。ケイ太郎、いつもお祓い受けてるの？ああ、昔霊障にあった。 So it was true. I bet それから I bet you were just kidding. Okay. 今から行く神社はね、ケイ君のおばあちゃんが神主さんなんだよ。おお。Every time that I see food in anime, I'm like, I'm salivating already. ついたー。I thought it was people. You think? I think they're dolls. こんな若者が。何十万連れてきよった。おばあちゃん。お酒臭い。すまんな、ケイちゃん、びしょびしょにして。貴様、クソガキ。地蔵様ぶっ壊しよったな。怒り狂った中5体もついとるわ。欲しい。7体。7体。おばあちゃんは僕より断然霊感が強い。今すぐ帰れ。確かに行動はめちゃくちゃだし、正直厄介な子なんだけど、でもこの子
今教えてる生徒で僕も立場とか責任があるんだ。まあケイちゃんがそこまで言うならいいか、クソガキ。ケイちゃんに何かしようもんならただじゃ済まさんぞ。ケイちゃん、お祓いの準備はできてるからおいで。麻酔の先生も来とる。わかった。アネスティシア for what? それより本当にお地蔵様壊したの？うん。なんでまた？ごっつい悪霊封じてたから。余計なんでだよ。その悪霊がママを連れ去ったやつかもしれないから。一年半前、wow. 交通事故で両親を亡くして、so、bad, bad. ああやって心霊スポットに行きたが。あよいちゃん。She's a cutie. Weird but a cutie. ちゃんと瞑想してるか？うん。ちゃんと飯食って運動してるか？うん。ちゃんとやってるよ。瞑想で感じる力を研ぎ澄ませば危ない場所がわかるようになる。健康で生命力があれば霊に取りつかれん。うん。僕はおばあちゃんに霊媒体質のしのぎ方を教わっている。僕が社会復帰に踏み出せた理由の一つが、心霊現象に他人を巻き込まずに済む目処が立ったからだ。おばあちゃんの後押しがなければ僕は今も外に出ることはできなかっただろう。じゃあ始めるよ。 I wanna see what's underneath the glove. Oh my god, I just noticed her shoes. 覗いてくる。いやいや、さすがに怒られちゃうから。Like、she cares. 例えば昔ケイ君のおばあちゃんに見てもらうために撮った手袋で隠してるとこの写真とか。 I wanna see too. 許してね、ケイ君。はい、これは白い毛むくじゃらの手に見えるでしょ。でも違うの、この白いのは神経だよ。いつもこれが少しずつ伸びてきて痛みがひどくなるの。だからその度に麻酔を打って祝詞を唱えながら御神刀で切り落としてるんだよ。気は済んだかな。なんか変。 That made me、うん、腰に来るわい。ありがとね、おばあちゃん。なんの。でも2人とも元気が減ってる。休んだ方がいい。ちょっとトイレ行ってくるね。She's going to go there. ちょっと疲れたな。ん？ん？あれ？宝物殿に持っていく途中で落としたのかな？おばあちゃん疲れてるだろうし、持っていくか。ダメって言われてるけど。もし立ち入り禁止を破り何者かが入ってきたら人形どもはどうすると思う？供養されて生かされまいと生きている人間と体を交換しようとするんじゃよ。そう、例えばお前みたいなんだな。面白かった。Okay, he's possessed. その人形ってどんなの？長い髪の日本人形。中でも危ないのは真っ赤な花柄の着
Okay, well. Mima の話聞いとったか。うん。やよいちゃん。ケイタロウがその人形に引っ張られてた。そんなバカな。おばあちゃんの力弱ってる。ケイタロウも感覚が鈍ってた。多分そこにつけ込んでる。助ける。Okay.Uh-oh. Kurai. Boku wa nani o? Kimochi warui.Oh shit. いいかい、ジェイちゃん。宝物殿の地下、絶対に入っちゃいけないよ。うん。いつもちゃんと気をつけてたのに。There she is. Yoyoi-chan! Ningen ni te o dashite dame.She's not even a tiny bit scared. She's like, Kondo, Ikai de mo yattara, Zeiin haneru. Oh, okay, that's fine.また助けられた。付き合わされたこの前とは違う。今回は油断して禁止を破った僕の自業自得だった。弥生ちゃんだって危険なはずなのに助けに来てくれた。ケイタロウ、こんな危ないだけのクソガキかばう必要あるか。それはあの時うまく答えられなかったけど少し分かった気がする。弥生ちゃん、気をつけてお帰り。うん、ありがとう。おばあちゃん、また来ます。うん、またおいで。また来るね。あんたは二度と来るんじゃないよ。昼間はうまく言えなかったけど、弥生ちゃんは優しい子だよ。確かに無茶なところもあるけど、でも社会復帰とか立場とか抜きにしてしっかり向き合っていきたいんだ。僕の初めての生徒だから。ケイちゃん。That is cute. ちゃん、ケイちゃんの感じる力は自分と友達を守れる力だよ。不幸なものでも恥じるようなもんでもない。何かあったらばあちゃんを頼るんだよ。うん、ありがとう、おばあちゃん。おお、ありがとう、ケイタロウ。大事に。7。これで一安心だね。ヒュー。ケイタロウ、これ一緒に飾り付けしよう。お礼に私の部屋のコレクション見せてあげる。お、コレクション？やったね、ケイ君。きっと驚くよ。Yeah, I'm not sure if it's a good one. なぜ僕は気づかなかったのだろうか。 Jesus.
開かれるまでこんなにも近くにあった濃密な気配に。弥生ちゃん、これもしかして全部、うん、よりすぐりのヤバいやつ。弥生ちゃん、それ今日の人形じゃ。もらってきた。Oh my god. おばあちゃんがいいって言ったの。She didn't know. 自己承諾を取る。疲れてるおばあちゃんのそばに置いとく方が危ない。でも、弥生ちゃんだって危ないでしょ。問題ない。どうやら、物に作れば、物の状態に同調する。切られた首が、神経で繋がれている。だから、The heck? これが少しずつ伸びてきて痛みがひどくなるの。ほらシンクロする。このことに向き合おうと思ったことを早速後悔しかけていた。歩み寄るほどに目指しているまともから遠ざかる気がする。僕はこれからやっていけるのか。大丈夫？立てる？ Like she's completely clueless. 早くこの部屋から離れなきゃ。例のコレクションだ。陛下の言う通り、ホオズキ家には何も起こらない。ケイタロウの安全も保証する。だから。What? This is getting better and better, honestly. Like, I'm super... I really want to continue. Like, the nerves things of the hand freaked me out a lot. I don't know why. It gave me the... I don't know why. It made me feel... jumpy. I'm curious as... So, I think she's collecting them to make them fight whatever took her mom. Something like that. But I'm not sure. And it's funny how the other girl is just completely clueless about everything. It's like, oh yeah, let's go to a haunted place. Ah, it's fine. Oh, a lot of possessed dolls. It's fine. What could go wrong? But yeah, I'm liking this very, very much. It's very dark. Love it. Yeah, we need to know just a little bit more. Anyway, yes, please drop a comment. Let me know what you think. And I will also remind you that I also have a Patreon. So if you wanna help this channel and also have early access and the full unedited versions of my reactions, you will have it over there. Or you can also become a member of the channel and you will help as well. So yeah, thank you so much for your support. Have a lovely rest of the day and see you in the next video.